はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースやっていきたいと思います。今回は、アーチファクトを使ったネメシスデッキの紹介になるんですけども、古代の増幅器、この1コストのアミュレットカード。このカードを入れて戦っていると、なぜか私は連勝ができているということで、ちょっと今回はこのデッキを紹介しております。古代の増幅器っていうのはアミュレットカード4種類の中から、ランダムで2枚をターン終了時に、デッキへ追加するカードなんですけども、3ターンくらい続くのかな。このカードがなんかすごい活躍してくださってめちゃくちゃ連勝できてるんですよね。なので今回はこのデッキを使ってランクマッチの方を潜っていきたいと思います。それではレッツゴー。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブーミヒトチャンネル。はい、それではやっていきたいと思います。敵様は何でしょう。おー、ビショップ、そして勝利報酬があると。これは、気合が入りますね。高校を取ったか。高校を取って古代の増幅器はあれだな。サフィラはいらない。ただ、デウスエクスマキナと騎兵士は欲しい。お、来るのかい来てくださった。古代の増幅器。これいいぞ。これは流れがなかなかいいんじゃないですか。高校なんで2ターン目は確か、あれ状態になるよね、共鳴状態。さて、敵さんの1ターン目。ここで境界を置いてきますか。頂きの境界ビショップだと思うんですけど、よろしくお願いします。では、私も。翼の砂時計、タイムオール一体を出す。アミレんちょっと待ってくださいね。ちょっと、古代の増幅器置いていくんですけど、待って。タイムオールどういうデッキなんでしょうかね。タイムオールは攻撃力3、体力2のフォロワーなんで、境界は使う。なんで境界ビショップじゃないな、これ。あ、ここはミリアムで、ぶっていこう。これでプライムアーチファクトが来てくれたらなかなかでかいかなと。オッケーオッケー。敵さんちょっと敵さんどうなんでしょう。これどういうデッキか想像がつかない。漆黒の方点で消される。それだけ。じゃあプライムアーチファクト来るのかい。じゃあここは熱狂の騎兵士をそのまま置いていこうか。でもまあ月野さんタイムオーブルが出ちゃうの死にますな。おお、量産中。さて、通信が悪いかな。オッケーオッケーオッケー。これでタイムオールが出てきて、騎兵士さんが取られちゃうよね。あ、取られるってことは4コスト何か動きがない。4コストの動きがない。人形使いの人もここはイカロスを進化して共鳴状態に無理やり持っていきましょうか。始めよう。で、始めまして、1コストが2枚あるんで、並べたらな、あれだもんな。どうしよう。ミリアムでいいよね。並べたら、清き殲滅でさ、ずららっと消される可能性があるんで、今回は、チョイス!ミリアム!お、1コストが大量ですね。これはなかなかいいのではないでしょうか。さんが次、タイムオールが1体出るので、まあ、ミリアムは取られるかなと。さすがに5コスト、まあ、清き殲滅あたり持ってると思うんですけどね。待ってください。敵さん、どういうデッキなんでしょうか。袋が泣いている。あ、相打ちで取ってきます。5コストは ?5 コスト。5コスト全く動いてこないっていうと、敵さんなかなか手札事故ってると思われますが、どうでしょうか。動いてこない。おっと、これはレディアントアーチファクトみたいです。レディアントアーチファクトを進化。これで、漆黒の方点で取られないようにする。 OK、 一気に8点ダメージ。まあ、レディアントアーティファクトは残るでしょう。いやまあ相打ちで取ってくるとしたら必殺とかかなと思いますけど、ケルネイヤあたりが怖いですかね。ただケルネイヤの必殺はアミュレットカードが並んでないとダメだったはず。聖堂の天球やっと引けた感じなのかな。アミュレットがたくさん入ってるデッキ。白龍氷ニコストは四国の宝典、もう使ってて旋回でしたね。進化もしかしたら、昔僕も大好きだったんですけど、あのデッキかもしれないですね。ラストワードで死んだらアーティファクトを置くたび、アーティファクトじゃないとアミュレットを置くたびにそのアミュレットが破壊されるっていう、名前出てこないけど昔楽しかったあいつかもしれない。 OK です。よし、さすがに関さんこれ全除業できないでしょ。あ、でもあれがあるわ。ジャンヌが希望を導く聖乙女ジャンヌがいたら終わっちゃうね。マルドゥーク初めて見た。え、マルドゥークってどういう能力、どういう能力持ってるんだっけ。初めて使ってるの見た。いい声しませんよね。テフナのフォロワーをプレイできない。代わりにスペルをプレイした時カードを1枚引く。アミュレットをプレイするためにこっちのフォロワー全員に1ダメージ。すみません、勝ちましたあー、古代の増幅器はやっぱり役に立つんですな、うん、強いですわやっぱり古代の増幅器。2枚ずつは3ターンくらい、計6枚くらいかな、取ってきてくれるんで。グリームにいる、おい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 マジだよまあありがたくいただきましょう。7連勝いいですね。あ、マスターポイントがいっぱい溜まっていく。できることなら今月中にグランドマスターへということで、今回はアーチファクトデッキ、こちらのデッキを使ってやっていきました。古代の増幅器、皆さんぜひ入れてみてください。なかなかよく戦えますよ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。